昨日寒かったからね、前の座らないダウンはやめて、この冬の港からの釣り用に買った防寒具を着てます。スキーウェアっぽいやつ、安かったけど綿がたっぷり入ってるからあったかい。おはようございます。ずっとね、アルペングループがプライベートブランドで出してたアパレルブランドがあるんですけど、そこのズボンを使っずーっと入ってたんですよね、もうここ5、6年は。で、それが製造中止になっちゃって、まあ、とにかく伸びるし、汗かいてもね、すぐサラサラになるしね、匂いがつきづらいし汚れづらいから、すごい気に入って使ってたんだけど、製造されなくなっちゃって代わりを探してたんですよ。で、ユニクロのね、ちょっと名前わかんないけど、なんか薄手のズボンがあって、それはかなり気に入って最近履いてるんですけど、唯一の不満点がね、お尻にポケットがついてないんですよね。で、お尻にポケットがついてないと何が起きるかっていうと、常に財布を探さなきゃいけないっていうことになって、つまりその今まではちょっとした移動あるじゃないですか。例えば家の中から車に行くとか、車から降りて、まあ、ちょっとスーパー買い物に行くとか、そういう時に財布をお尻のポケットに入れてたんですよ、ちょっとした時ね。で、座ったりするときはカードとか入ってるから嫌だから、もう手に持ったりとかしてたけど、でもそこが定位置としてあったんだけど、その定位置がなくなるとですね、例えば財布をこのダウンジャケットのポケットに入れたり、これはもうすごい、僕長財布なんでね、ものすごい存在感があるから邪魔くさいし、だからリュックに入れたりバッグに入れたりするわけですよ。で、その行動がまだ身についてないんですよね。で、身についていれば、ああバッグに入れたなとかリュックに入れたなとかあるんですけど、あとね、この車が変わったのもでかくて、車に乗るときにはそのズボンのポケットから抜いて、この運転席のドアのサイドポケットに入れるっていうのも、これが完全な定番だったんですけど、このパジェロミニね、ドアのサイドポケットないんですよ。だからどっか適当な場所に置くしかなくて、結局その二つの理由によって財布を探す時間がものすごく増えた。よいしょ。230。何かと新しいものありましたね。プリンだったりとか、まあ、今の季節でいうとセリが出てきたりとか、お手頃でした。セリは1袋230円で結構パンパンに入ってたし、プリンも300円台でしたね。ちょっと気になった、買うかどうか迷ったけど、なんとなく甘いものを避けたくて。本当はね、添加物入ってないって書いてたから、卵 と、バニラビーンズと牛乳と砂糖、それの原料を並べてプリンを表現するような動画撮れないかなと思ったんだけど、バニラビーンズが手に入らないかなと思ってやめました。やっぱりね、財布が邪魔くさい。
あとこのサイドのポケットすらないズボンもありますよね。でそういうのを好んで履く人もいるじゃないですか。そうなるとあの iPhone も手持ちしな手持ちするか、なんか荷物にバッグに入れなきゃいけないんで、やっぱなくす確率がすごい増えそうな気がする。